旧統一教会世界平和統一家庭連合の財産監視強化をめぐり、宗教法人審議会は献金被害者救済の特例法に基づく指定宗教法人への指定を了承しました。これにより法令違反を理由に解散命令を請求された旧統一教会が命令決定前に財産を流出させるのを防ぐため監視が強化されます。